オスロ市長者市長者中央駅大聖堂オスロ市長者、一オスロ市長者は、ノルウェーの首都オスロにある建造物。市議会と行政部、その他、アートスタジオやギャラリーも収容する建物である。市長者の建設は1931年に開始されたが、第二次世界大戦の発生とともに工事は一時、中断され、その後再開された工事は1950年に、落成を迎えた。 建物はその特徴的な建築、絵画と毎年12月10日にノーベル平和賞授与式が行われることでオスロでも著名な建造物の一つとなっている。視聴者はノルウェーの建築家アーンスタイガー・ネバーグとマグナス・ポールソンによってデザインされた。オスロ視聴者はオスロの中心部にあるピーペル湾に位置している。この地域一帯は1920年代後半。 新しい視聴者の部屋を建造するために完全に改装、再建が行われた場所である。2005年6月に投票が行われ30.4%の得票数により視聴者はオスロの世紀の建築と名付けられた。1998年8月17日の午前6時、とある人物が 視聴者の上部にそびえ立つ二つの塔の間を短式エンジンの小型飛行機でくぐり抜けた逸話がある。二つの塔の間はおよそ25メートルの間隔である。1945年に第二次世界大戦の終結をしくして同様の行為を行った飛行機のパイロットがいたという話があり、この危険な極芸も1945年のパイロットの話に、 化されれれてて行わわたのではないいかと言われている。ドックブロドット、ノー、ストエアルフライ、スナイドラドハセット、ドックブロドット、ノー、ビルマンズフリジランカンスリップアンメルデルス。ありがとうございます。